スケッチアップを立ち上げ、メニューバーのファイルからプルダウンメニューの 2DDXF ファイル読み込みをクリックします。文字の大きさを聞いてきます。良ければ OK をクリックします。ファイルを選択します。左下のステータスバーに読み込む文字が表示されています。文字付けの DXF ファイルが読み込まれました。読み込まれたファイルはグループ化されていますので、一旦分解します。分解ができましたらレイヤーを選択します。できるだけエクステリア工事の図のみを表示させます。図面の単純化ができましたら、これを選択します。コントロールプラス移動で、下のスペースにコピーします。コピーの方を選択しグループを作成します。元図の方のレイヤーを戻しておきます。コピーの方をダブルクリックして編集状態にします。選択した中の図面を最後まで分解します。最後まで分解できたか確認します。サイド面を作りたいところを選択します。下のメニューバーのメイクフェイスをクリックします。必要な面が構成されました。面が閉じていないところは青い線で表示されています。どこかクリックすると青い線は黒い太線に変わります。道路をグループ化します。ダブルクリックして選択し続いてコントロールプラスダブルクリックで、道路全体を選択します。そして右クリックしてプルダウンメニューから、グループ化をクリックします。道路がグループ化されました。続いて土間コンクリートをグループ化します。メチ部分の R に接しているところが、線同士交わっていないので面が構成されていません。メチの線を R に突き抜けるように伸ばすと面が閉じていきます。突き抜けた線は消しゴムツールで消します。円に交わる部分は円のセグメントの関係事項。どうしてもこのような作業が必要となります。立ち上げたい形の面を作ってグループ化していきます。
同じ作業の繰り返しになります。Thank you.